中国イランに軍用モーター輸出、トネガー製工を処理送検へ。東京都大田区にあるトネガー製工が軍事転用可能な高性能モーターを中国に無許可で輸出しようとしたとして、警視庁公安部が外為法違反の容疑で近く処理送検する方針を固めたことが明らかになりました。このトネガー製工はすでに 高性能モーターを実際に不正輸出してしまっており、イラン系の武装集団がこのモーターを使い、軍用の無人機を製造し、使用した結果、国連が無人機の残骸から利根川製鋼のモーターを発見し、日本政府側に情報提供を行ったものと思われます。 こういった日本製の部品、基本的に高性能であり、モーターだけではなく、ラジコン用のエンジンですとか、レンズなどの光学部品が、軍用の無人機に使用されているものと見られておりますので、政府には海外で使用されている軍用の無人機などに、日本製の部品が使用されていないかどうか、 常に情報収集を進めていただき、このような日本製部品の軍事転用がこれ以上行われないように、厳しく対策を講じていただくようお願いいたします。以上になりりまますごご聴いいたただきありがとうございました